ございます。今日も頑張って走っていきたいと思います。ということは今日も、ワックのこの施設の方に来ています。現在昨日が29、今日は30日ですね。5週目30日、金曜日ですね。で、台風がどうなるのかなとずっと思ってるんですけども、今日はもう快晴もいいとこでめちゃくちゃ天気いいんですよね。で、現在朝の7時20分です。で、今日はロング行こうかなと思ったんですけども、ちょっと絶対に電話しないといけない、電話をちょっとねしないといけないので、ちょっとそれに合わせるためにハーフにしたいなと。で、昨日はショートだったんで、今日はハーフ、そして明日はですね、まあ雨が降ろうがロングでしっかり締めてですね、富田林を去りたいというふうに思います。はい、出てきて、で、今日は、多分まあ出かけるかもしれないんですけども、ある程度ちょっとこっちのね、まあこの施設というか、まあまだね、5週目なんで、まあワックと言いましょう、ワックの方で片付け系をちょっとしまして、で、帰りたいなと思います。昨日は、急いでね、ちょっとショートランにして、ランニングした後、8時ぐらいに予定通り出れたんですけども、昨日は混んでるかなと思ったんですけど、全然車も混まず、で、すんなりね、江坂の方までたどり着きまして、江坂の、支配人とですね、株式会社ローン南海電鉄の社内ベンチャー、まあテニス部とか、まあワックが使ってたハイタッチですね、まあこれをですね、運営している代表の方と、マッチングということで、まあ、お互いを紹介したという感じですね。で、お互いの共通点はピックルボールです。ピックルボールを広めていきたいという話の中で、これは興味を持った者同士であれば広がるんじゃないかということで、まあ江坂テニスセンターの、まあ今のところ支配人なんで代表ですね、それからまあ南海電鉄ベンチャーのローンの代表をまあ紹介して、多分急速にいろんなことが進むんじゃないかなと思います。1時間半すごい有意義な時間になりまして、でピックルボールをこれから、進めていきましょうと、まあ、1ヶ月に1回か2回は戦略会議しましょうみたいな感じで話がまとまりました。で、その後すでに江坂テニスセンターさんではピックルボールのコートをオートテニスのところに作ってまして、で、イベントもすでに8月の25と昨日の昼以降、今イベントで8月の25日の方は10名とか15名が参加して、で、昨日は多分20名ぐらい
参加しているというような内容でしたね。ただまあちょっと SNS 系ではあんまりホームページには載ってなかったんですよね。だからちょっと SNS のどこでそれを掲載してるのかちょっとわからないんですけども、で偶然9月の12日にですねテニスの異業種交流をやろうと思ってましたんで、まあ、それをじゃあピックルボールに変えますということで急遽、ピックルボールのサークルとして9月12日は木曜日ね、夜の19時から21時の間でピックルボール会をしたいなと思います。だからちょっとこの件に関しても打ち合わせではないんですけども、ちょっとこういう風にしたらどうでしょうかという案がありますので、まあ、その案を、まあ、支配人に話してどうかなと。だからまあ最初はね2人とか3人レベルだと思うんですけども、まあピックルボールって今結構話題があって、なんて言うんでしょうかね、卓球バドミントンテニスの本当に間ぐらいの競技で、体力的にはそんなにしんどくはないんですよね。ただやっぱり汗は出てくるし体も動かせますんで、まあ非常にまあ、お年寄りとかね高齢者にも向いてるんじゃないかなと思います。で、全然テニスができないとかという人でも結構簡単にボールは打てるようになるんじゃないかなと思います。でスポーツ競技の中で難しいと言われているのが、一番難しいって言われているのがアイスホッケーなんですよね。まあ、なんでかというとやっぱ氷の上で滑る接触ありで、やっぱこうスティックが長いですよね。距離感がやっぱ難しいと、かつ、球がちっちゃい、まあ、こういった総合的に考えて、まあ、非常に難しい競技なんじゃないかなというふうに言われてるみたいです。でテニスはね2番目か3番目ぐらいに難しい競技じゃないかということなんですよね。だからその難しいのはやっぱコートがちょっとやっぱ広かったり、ラケットの長さ、それからボールとかね、やっぱ動きが非常にストップダッシュがあったり、まあ、長距離系の何時間、一応ゲームで数えていきますけども長引けば5時間でも6時間でもやらなあかんとか、ね、まあ、なんかそんなことがあって非常に難しい競技で、各それぞれバドミントンもやっぱりスピードとかボールが羽であるとかネットがやっぱ上にあるとかいろいろ考えると難しいんですけども、まあ、卓球もそうですよね。本当にあのちっちゃいボールをあのスピードで打っていかないといけないし、コートもちっちゃいから難しいんですけども、ピックルボールはラケットがやっぱりちっちゃくてちょっと距離感がその簡単なんですよね。でもちょっと昨日ピックルボール結局やってみましょうかみたいなことになってサーブやったんですけど、一発目空振りしました。ちょっとサーブであの距離感が全然違うんですよね。だからスマッシュとかサーブ系が空振りしちゃうんですよね。あれ
とまあボールの大きさとかコートの広さとか考えるとピックルボールが一番簡単なんじゃないかなと思うんですよね。だからあの上手くなりやすいというか楽しみやすいですよね、あのピックルボールという競技は。でそれを極めていけば、まあ、いろんな戦略で戦えるんじゃないかなとか思ったり、まあ、あのピックルボールはねちょっと頭の中に、まあ、入れて今後の活動の中にちょっと入れていきたいなという、まあ、そういう、まあ、イベンターとしてピックルボールは面白いのかなと思います。まあそんな感じのことをですね午前中いっぱいかけて、でたまたま、まあ、その江坂の支配人と、まあ、ローンの代表とピックルボールやろうってことになった時にたまたま今江坂の室内の方で大学の夏間のあれ本戦ですかねやってたんですよね。でそこに偶然姫路大学の山本監督が通ったんで、おお久しぶりじゃないですかって言ってちょっとピックルボールやりましょうよっていう簡単なノリで、で山本さんもあのピックルボール興味あったんでやったことないんでちょっとありがとうございますみたいな感じでラリーしまして、で5ポイントの、まあ、試合をやったんですけども、まあ違う競技を久々にやって面白かったっていうこともあるんですけども、結構テクニックがいったり簡単なんですけど、打つということ自体は簡単なんですけども競技として見た時にちょっと工夫がやっぱいるんで面白いなと、まあそんな感じで、ピックルボールの可能性を感じた午前中になったということですね。で午後は江坂テニスセンターから、まあ、ワックに戻りまして、まあ、先輩から連絡があってねレンタルコート、まあ、2時間と、まあ、その間にピックルボールの、サークルの案内の、資料とかデータを作っていつでも発信できるようにで、ハードワーカーも用事しに来てたんですけども、まあ、あの横に並んでるボールとかねなんか畳が気になるみたいで、まあ、それをどうにか撤去すると、でも自分でもねちょっとこう調べてみたんですけど高いんですよね。畳1枚運ぶのに2000円かかってて、2000円かかるんで60枚ぐらいあるんですよね。だから12万とかかかるんですよ。だからちょっとなんか今はあんまりまだそういったところにお金を使うんじゃなくて何か施設にとってプラスになるようなお金を使うということで、まあちょっと今はあんまりそういうお金の使い方せん方がいいんちゃうかというアドバイスだけはちょっとしまして、あの畳をデコタウナーの一番奥の方に固めてもいいと思うんですよね。そしたらちょっと見栄えよくなるかなと思ったり、ね、本当にラスト最後なんですけども多少ガラクタ系が残ってしまいますので時間があるときに撤収するかなんですよね、まあ、皆さんがいないときに朝早く来てみたいな感じになると思うんですけども、
まあ今のところはね、自分の9月からの予定をどん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 埋めていく作業をしていかないといけないんですけども、サークルの方が4名になりました。ありがとうございます。まだ4名ですけど、まさか来るかなと思ったら4名。まあでも貴重な最初のね、サークル入会なんで、ちょっと頑張ってやっていきたいなと思います。まあ活動して始めればなんとなくこんな感じっていうのが分かって、まあ安心して来てもらえるような内容になると思うんですけども、まあこれからですね。でグミの方も昨日ね、まあ、叩きとして日本バージョンと海外のバージョンが全て上がってきたんですけども、どうもそのこっちが送ったデータとですね、上がってきたそのデータが違うんですよ。何回もそれ言ってるんですけど、まあ多分忙しいんでごちゃ混ぜになってるからなと思って、今日はちょっともう電話でこれとこれを確実にデータ交換してくださいとか、なんかそういったところまで話して、9月1日には出せるようにしてくださいということで話をしようかなと思って、もともとはもう8月中にやるということで6月ぐらいに契約したんですけど、なんか遅いんですよね。今がチャンスなのに円安で。ということでパワースポットマウンテン、今日は綺麗に、何なんすかね一体この天気は。超快晴ですよ。徳島四国の方は結構荒れてるっぽいニュースが出たんですけど、全然ですよね、こっち。明日は雨なのかな、ちょっとわからないんですけども、まあ明日はね、どっちにしろ最後の締めのロングで終わりたいなと思いますんで、今日はね、まあ、昨日はたまたま用事があってショートランで、今日がハーフ、明日はロング、最後の締めの日です。さんと話をしてましたね。まあもともとバナーもね、後ろヨネックス貼ってたんで、まあそれがベストなんじゃないかなと思いますね。だからボールはヨネックスのボールに変わってくると思います。まあちょっとそういうところからね、少しずつ変化があるのかなと。で9月最初は日曜日からのスタートになるんで、前田さんがね来てくれるみたいですから、まあその辺はちょっともうペアテニスアカデミーの運営になるんで、どうなってるのかちょっとわからないんですけども、台風がね、なんかあっち行ったりこっち行ったりというか、停滞したりしながら、だいぶ最初はもうすでに台風は過ぎてるはずなんですけど、今向かってる中でこの快晴天気、なんか不思議な感じですよね。で今回また以前何年前だか2年前か3年前にすっごい台風ありましたね。
その時にシードラゲットクラブ、海沿いのね方にあるテニスクラブさんの屋根が崩壊したと。もうそれ聞いて映像とか見た時に、と思ってこう疑われないというかね、そんなことあるんやみたいな、だいぶショックやったんで、まあ今回の台風がねどれぐらい強力なのかちょっとわからないですけども、竜巻が起きたり、まあどっかの屋根が飛んだりとかね、結構そういうニュースが出てるん で富田林は、まあ、それほど影響なかったと思う。屋根が結構飛んで、シーでもなんかブルーシートが必要やということで、だいぶ大変やったみたいですね。対策本部みたいなのができてて、だからまあこんな天気で、まあ、大丈夫なんかなと思ってたら、いきなり強烈な風でブワーなったりするんで、ちょっと甘く見ない方がいいかなと、万が一を考えておいた方がいいんで、まあ、これで綺麗にね何もなく台風が通り過ぎてることが一番いいんですけども、まあ平和ボケにならないようにちょっと注意だけはしておきたいなと。ということで30日の、ランニングもね無事に終えることができました。でやっぱりこうやって朝一走っとくことで一日が自由に使えるんですよね。でこれからちょっとね着替えたりして、まあスタッフルームもだいぶ片付きましたね。あとは明日最後パソコン関係を持って帰らないといけないんで、パソコン1台とあのプリンターもねちょっとやっぱ必要なので今持って帰って、電話は1個余分にあるんでそれをつないで、この辺は残していこうかな。 T シャツは持って帰るにしても、ということで今日もねちょっと、まあ出たりするかな、入ったりしながら少しずつ、まあペアテニスアカデミーに迷惑がならないようにいろいろちょっと動いていきたいと思います。ということで今日も一日頑張ります。